第3試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。さて毛色は全くの異質です。片や1991年デビュー、独特独自の世界に敵も見る者も引きずり込む48歳と2ヶ月半片や両血サラブレッド、緑のマットに定期参戦、アメリカから天をも突き破る203センチ。26歳さらなるスキルアップをと、さあそのコーディーホールが井上正雄を後ろから、いや俺が先とちょっと突っかけていくようにしました。それを見やる井上です。いや親子ほどの年齢差。新たなる化学反応はあるか否か。井上雅雄デビューから丸27年、井上雅雄48歳、2m3cm280パウンド、コーディーホール。コーディーホールはこの2日後誕生日で27歳になります。井上のキャリアと同じ年齢になるコーディーホール。さあリング上ややギクシャクという、まあこれはこれで2人のリズムなのかもしれませんが、対しては第41代GHC タグチャンピオンチームとして王座防衛も2度、その絆も連携も確固たるものにさらに強めていたはずです。クワイエットストームとモハメド・ヨネ50ファンキーパワーズ、まだまだ2人でここにいます。同じコーナーに立つため花道を行きます。王座返り咲きを狙う、その一心に他ならない。爆弾級肉体クワイエットストーム、そしてモハメド・ヨネ超ファンキー魂は知らず。さあまず小橋さん、はい、入場からして全くこうタイプの違う両チームが、ね、はい、これがまたでも醍醐味でもありますからね。行きました、いきなりコーディーが突っかけていきました。でもどうですかこの息やよしというところでしょうか。いいんじゃないですか、うん、どんどん行ってほしいですね。2日後27歳になります佐久間さん、はい、コーディーにしても上昇さらに望まれる、はい、今そんな状況ですからね。そうですね、まあやっぱりノアマットに参戦した当初と比べるとこのね大きい体っていうのをしっかり使えるようになってきたというのはありますよね。以前はちょっとこう持て余してるなという印象が強かったんですけど、徐々にねこう体の生かし方というのが分かってきた印象もありますね、はい、お父さんはあの NWO WWE のスコットホール超両血203センチ、いかに使うか小橋さん、でもそれですね、分かっているのか分かっていないのかっていうのは非常に大事なんだと思います。まだ生かしきれてないですよね。ああそうですか、体の大きさを、まあフィジカル面そしてパワーというところではもうこれ申し分ないと思いますが、そうですね、しかしここはラリアット50センチの腕に対してはもう全身ぶつけてボディースラム、そしてどうだこれもうエプロンサイドからスワンダイブの体勢、トップロープ飛び越えるようにして馬乗り、うお、なんとか左の肩を、さっきのボディースラムでもちょっとタイミングをじゃなくて力づくで持ち上げてますよね。そういう少ししたことがスタミナの要素になっていく、はい、
今後は長い試合も見据えなければいけない、できないとやっぱり、トップにはいけないですね、さあマサオコールが巻き起こっております。もうこちらも小橋さんに伺いましょう。いろいろ因縁もありました。はい、今井上雅雄がこうして、おしかしパワーではストーム、何をやってんだよ井上は激が飛んでいます。そこにボディープレスはクワイエットストーム、何をやっているんだというのは、やはりいろいろな戦い、走馬灯のようにも小橋さんの脳裏には浮かびますか。いやもうだから今マサオワールドという自分の独自の世界を作ってますから、はい、もう彼は彼のそういう世界がありますから、そこにそのヨネとクワイエットストームが引きずり込まれないようにしてほしいですね。今そうなると佐久間さん、そこ一つ焦点で楽しみですね、はいはい、そうですね、こうやられていても井上選手の場合には本当にやられているのか、やらせているのか、ちょっとそう分からない部分があるんですよね。一方的にやられているように見えて隙を突くというのがありますから、この辺の、ね、リズムをやっぱり掴むのがうまいですよね、まあ、自分の世界を持ってますね。だから僕はヨネとクワイエットストームには 4D ホールを狙ってほしいんですよね。井上雅雄じゃなくて 4D ホールを狙ってほしい、でかいやつに、あえてそこをでかいやつをやっつけてほしいですね。しかし、しかしマサオワールドが待ち受けているのかいないのか、でラリアット、さらに腹部へのキック、ヨネが重ねていきます。待っているのは右の足、そしてセカンドロープからショルダーアタックル、ダイブを見せました。飛んでいきますマサオ。ちょっと今佐久間さん、はい、たまには勝負行ってやろうなんて声聞こえましたね結構最近フライングショルダーをミスることも多かったんですけど、今確実に足元を見ながら飛んできましたから、ちょっと今日本気度が違うかもしれませんよね。となってくるとラリアットもそうですし、そうですね、的確に決めていってますよね。本気で、本気で、いつも本気でいきなさいと、うん、ミリオンダラーバスター、いや今日は技が的確ですよね、非常に。このマサオ腕ぐるぐる全てオレアーと、まだ、まだ回しています。なぜならばヨネが立ち上がらないから、立ち上がれないから。あ、ちょっと腕を疲れてしまいましたね。今のところいいリズムで戦ってるんですけどね、ヨネの方は。ちょっとコーディも心配そうに、さすがに駆け寄っていました。回す回す、立ち上がった、当たった、これも正確。のしかかるとクワイエットストームがやってまいります。そしてコーディーホールも入ってくる。合体いきますかね。そうですね、合体技あるのよ。コーナーポストへ、いやコーナーへ、そしてタックルのようにラリアット、右腕絡めてくる。井上の攻撃は当たりません。ちょっと口の中大丈夫でしょうか。あ、サムアップ見せています。コーディのエルボーは強烈。いいお膳立てもらってますからね、続きたいですね。この後ですよね、はい、大切なのはここだったんですが、小橋さん、今突進力強いだけに自分のダメージが大きいですね。いやもう言葉出ないですすぐ行きたいですね、これ。あ、しっかり見据えて、しかしこれもダメ、3発目もこれはマサオワールドですけど、完璧に。あ、パートナーに対してしっかりしろということか。それから続けては 50cm 腕ラリアット、クワイエットストームです。さあヨネの方も回復してきたか。小橋さんの願い虚しくということになるんでしょうか。ここはマサオに狙いを集中するか。ネックブリーカーからさらにコンプリートショットの要領で叩きつけていく。カバーに入って、佐久間さんギリギリ返しましたね。返しましたね。ただピンチ続きますよね。となればの
後楽園ホールはマサオコールです。いや小橋さん今日超満員ですね後楽園ホール、ね、いやたくさんのお客さんが駆けつけているのがコーディーホールが入ってしまいましたね。そしてファンキーバスターボムたった一人になってしまったマサオワールドの中で撃沈か。あ姿が見えなくなりましたパートナー。さて小橋さん、もう残念というかもうなんか何なんですかのコーディーホールの態度は、あれはもう途中で放棄してしまったと見て もうこれはダメです。これなのこれはいけない、まあ、あのやっぱ連携がねあまりにも決まらなすぎて、まあ、イライラしてしまったんでしょうね。ちょっとサジを投げてしまった、はい、ということか。6分58秒最後はファンキーバスターボム元タッグ王者組、ここは盤石の勝利です。